やりますかね。はい、適当だから。緊張する。大丈夫大丈夫。細野晴臣です。こんばんは。さあ今日はいつになくお若い女性が来てくれました。藤原さくらさん、よろしくお願いします。よろしく。前の番組で、そうなんだよね、リーチをさせていただいていて続いてるから、まあすごい近い存在だけどそうですよね。でもちゃんと話したことはない。前に和義さんが私のラジオにゲストで来てくれた後に、そのまま細野さんが、あ、こっち続いてんね、はい、なんか続いてて、いいなって思ってたから嬉しいです今日は。じゃあ今度ご自分の番組はゲスト時々呼ぶんでしょ。はい、じゃあ呼んでもらおうかな。え、いいんですか。嬉しいです。そんな行き来してね、交流して、うん、嬉しいです。あれは生じゃなくて収録だ。生放送の時もあるんですけど、うん、ほとんど2週分収録してって感じでやってますね。いろいろこう特集しながら。特集か、僕も今特集やってんだけど、はい自分ではね、ちゃんと作ってるんだよね、ここでこのスタジオで、はい、結構時間かかるんだけど、はい、作ったところでも満足しちゃって聞かないんだね、うん、オンエアは。なるほど。なんか細野さんがムジカピッコリーノを見て見たくださったっていう。よかった。え、本当ですか。めちゃくちゃ嬉しいです本当に。いやだってあのポンポン蒸気、そうです、ね、そうです、あれ歌える人あんまりいないんだよね。まさか見てくださってるとは思っていなくて、なんかね情報が来て、はい、ポンポン蒸気やるっていう話を聞いたんで、はい、これは見なきゃと思って。嬉しい。いや面白い番組ですねあれ。いや本当に、うん、なんかいろんなジャンルの曲を取り上げたりだとか、うん、結構あの番組で初めてこう知った音楽とかも多くて、なかなかやっぱりこう自分がなんていうんだろうな、普通に来てたらやっぱ好きなものばっかり聞いちゃうところがあるんですけど、うんうん、あ、そうね、うん、なんかあれで初めてこうボブマーリーとか、うん、あ、そう、はい、演奏させてもらってすごいすごいすごい。それで初めてレゲエをやって、うん、なんか好きになって、うん、そこから、あ、そう、なんか掘り下げて自分のライブでレゲエアレンジしてみたりとか自分の曲をしましたね。いい番組だと。あれレギュラーでやってんでしょ。レギュラーでやっていて、あ、この前フジロックでもポンポン蒸気をやったもん、歌わせていただきました。うれしいねあれよく歌えるないやあれ難しい曲ですよね、うん、でも本当に大好きな、嬉しい嬉しい曲で、ありがとうございます。あれを歌えるっていうのはなんかなんて言うんだろうな、なんか人と違うセンスっていうか、あ、なんどうやって育ったのか後で聞きますね。音楽聞かせてもらおうかな。はい。あ、何がいいかな。じゃあスーパーマーケットってアルバムからからしよう。あ、じゃあスーパーマーケットってアルバムからにしようかな。うん、どっちでも自由に。はい、あ、でも、うん、あのスーパーグッドっていう曲があって、うん、それはちょっと初めてこうファンキーななんかジェームスブランっぽい響きだね。うん、ファンクの曲をスーパーグッドね、流そうかなと。ぜひ聞かせてください。ごめんなさい急である。はい、お、ファンクだね。ファンクでした。どういうのを聞いて育ったんだろう。私は、うん、お父さんがやっぱり60年代とか70年代の、うん、あのブリティッシュロックがすごく好きで、だからもうビートルズとかはすごく、うんうん、ちっちゃい頃から聴いてたの。はい、聴きましたね。でやっぱり最初こうちっちゃい頃とかは、うん、その良さがまだ全然わからなくて、ずっとわかると怖いよなずっと車でやっぱりビートルズが流れてると刷り込まれてんだね。そうなんですよね。やっぱりこう自分が好きな J-POP が聴きたいとか言ってた時期もあったんですけど、でもやっぱ自分で作るようになって曲を、うん、それからもう空でこう歌えるようになってて、ビートルズをその染み込んでるね。染み込んでて、でやっぱりその時に
いい音楽を聴かせてもらってたんだなっていうのに気づいて、そこからカバーするようになったりとか、あ、そう、昔の曲を結構聴いてましたね。お父さんはミュージシャンじゃなくて、あのベースをやってたんだ。やっていて、で、あのプロを志し、うん、東京に出てきて、うん、今はもう福岡で普通のおじさんとして、うん、あ、本当活動して、活動してんだ、ね、普通のおじさんの活動ってどういうんだ。あのでも、あのチャカカーンのコピーバンドで、シャカカーンっていうのをやったりしてます。おお、なんかいいね、シャカカーン、シャカカーン、シャカカーン、とかをやったりしてますね、うん、今でも音楽をすごくやっていて、あの自分のバンドとか、うん、福岡で活動してた時とかはベースを弾いてくれたりしてました。後ろ、それはそれはいい関係だね。羨ましいね。いや、もうお父さんもこのラジオはすごく聞いてるので、うん、あ、本当？嬉しい。そう、それは嬉しいな。めちゃくちゃ聞いてます。本当に、はい、誰が聞いてるか分かんないままやってるんだ。いやいや、みんな聞いてますよ。みんな聞いてんだね。はい。細野さんの曲も、あの、うん、この前の周年のイベントの時に、うん、東京ラッシュと四面動画を、そうだった、歌わせていただいて、ああ、そうだった、そうだった、細野さんを歌おうっていう、あの、うん、ガーデン、恵比寿でやってたね。そうです、そうです、そうです。あそこでやった時に、あれ見てたんだ僕、客席で。そう、嬉しかったです。めちゃくちゃ難しい歌だね。難しい曲でした。はい、でもやっぱりあそこの、うん、あの払いそとか、うん、あのトロピカルな、うん、あのところはもうめちゃくちゃ私も聞いて、やっぱお父さん聞いてたのかな。はい、そうです、そうです。こんな風なアルバムを作りたいなってずっと本当思ってます。星野くんみたいなこと言って。あのなんか京都の小泉とかも行かれるんですよね、民族楽器の。行くよ、最近なんて行ってないけどね。ああ、そうなんですね。私もつい最近、あ、行ったの、また行って、あ、嬉しいな。変な楽器がたくさん置いてあるんですよね。何かしら買っちゃうんだよね。買っちゃうんですよ。細かいもんだけどね、うん、私もあそこでチャランゴ、あ、チャランゴ買ったりとか。本物の、あ、でもアルマジロのやつは毛皮は多分今ダメでしょ、買えない。ワシントン条約だ。そうですよね、うん、だから普通の木のやつなんですけど、ああ、でもその方がいいや、ちょっと不気味なんだよね。ちょっと怖いんですよね。売ってないし、あそことかはよく行くので、あの細野店遊びに行かせてもらった時に、あ、来たんですか。はい、もういろんな楽器が飾ってあって、ガラクタばっかり。すっごい。どこで買うんですか、ああいうのは。いや、あっちこっちでね、楽器屋さんじゃないね。あ、そうなんですね。なんかね、骨董品屋に置いてあったりとか。骨董品屋さんとか、ガラクタ屋って言った方がいいかもね。あの横浜の中華街に一軒あったのね、民族楽器店が、はい、もう多分今ないんじゃないかな。だから見つけた時に買っとかないともう手に入んないから。本当にもう二度と同じものは出会えないから。そうそう、うん、私もなんかあったら買うようにしてるんですけど。楽器マニアなのかな。楽器すごい好きですね。いろんなこうマルチプレイヤーであられるから、うんうん、私もそんな風になりたい。あ、それはなんかじゃ弟子だな。嬉しいです。ベースも最近始めたんで。ベースまで、はい、うまい。いやいや、全然うまい、あの全然うまくないんですけど、あのセレックっていうシカゴ の、うんうん、あのメーカーがあって、そこ の、 あのベースを買いました。ああ、なんか物としていいからね、ああいう楽器ってね、うんうんうん、本当に、うん、ビジュアルで結構買っちゃうことが、ね、分かる分かる、多いんですけど、うん、英語で歌うことも多いでしょ。多いです、多いです。英語の経験ってのはあるわけ。それこそ、まあ、中学生の時とかは、うん、めちゃくちゃ点数とか悪くて、あの全然喋れない。その外国にずっといたとかいう経験もないじゃないんだので、うん、本当にこう英語で歌うことが好きで、うん、いろんな曲をカバーしたりするのが好きで、自分もこうなんかメロディーの響きとか、うんうん、やっぱりこうなんだろうな、英語だけじゃなくて、うん、ワールドミュージックとかをすごく聴いていたので、うん、もう何を歌ってるのかわからないことが分かんなくたっていいんだよね。そう、でもわからないけど
涙がこう出てきたりとか、それが音楽だやっぱりね、うん、それがなんか自分の原点にあって、じゃあなんか似てるな。コンビニに行くとなんかあの J-POP とかかかってた、最近かかってないかもしれないけど、はい、歌詞が入ってこないんだよね、うん、いや私もああそうメロディーをやっぱり聞いちゃう聞いちゃうよねところがあって、だから楽器とかに走ると思うんですけど、ミュージシャンっぽいのかな、うーん、だから面白いな。結構英語とかもでもまあ何を歌ってるのか分かんなかったら届かないなと思うのであの勉強して、あ偉い、僕は何とか意味分かんないで歌ってるから、うん、でもそうですよね、いろんな曲をカバーされたりするじゃないですか、うん、ブギーとか。そうね、うん、カバーをするのは、うん、もうそのやっぱ楽器を最初始めたらなんかカバーしたいっていうところから始まるじゃないですか。最初そうだよ、誰だってね、うんうん、そういうなんか原動力っていうのはどういうところから来るんですか。うん、若い頃20代の頃はもうカバーばっかりやってた、うんうんうん、カバーっていうかコピーだよね、うん、はい、あの時代は、うんうんうん、そういうのがもう飽きちゃって、ハッピーエンドっていうバンドではオリジナルを作んなきゃと、うん、はい、で自分たちは日本人だからね、うん、日本語で歌わないとダメだろうと、はいはい、でそれで松本隆の難しい詩をこねくり回して全部先に詩をもらうんで、それで、あ、面白い、詩を先にもらうと自分で思いつかないようなメロディーが出てくる、うんうんうん、でも未だに歌えないの、うん、風を進めてとか間違えちゃう難しいですよね、うん、僕は自分で間違えた映像、動画をつなげてあげてるんだけど、うん、もう今は見れないかもしれないけど、はい、うんうんうん、いかに間違えるかっていう、うん、面白い動画をあげてたんです。間違えますよね、うん、私も歌詞とかも全然覚えられない、うん、逆に僕ブギウギのあの、はい、凄まじいぐらい語数が多い音楽は、うんうん、あ言葉を覚えられちゃうんだよ。不思議ですね。不思議なの、へ、日本語覚えられない多分その歌詞としてというかメロディーの音として覚えてる、音として覚えてるんだ、ね、ってことですよね。そうなんだよね、楽器を弾くみたいに歌えるっていう、うん、そうそうそう、すごい、なんか言葉の面白い音楽が好きだよね。うんうんうん、いや分かるな、うん、はい、あの英語ってリズムがあるじゃね、はい、で日本語ってどうしてもリズムが薄いよね。難しいですよね、うん、その英語だったら詰め込んで歌えるところを、うん、やっぱこう母音とか子音とかの兼ね合いで一つの音しか入れ込めないから、うん、まあラップの人は頑張ってるけど、まあまあ確かにそうですね、ああいう風にやんない限りできないよな。うーん、そうですね、結構やっぱ英語で歌いたいなと思って、うん、こうやっていく中で、うんうん、でもやっぱりこうなんか売れないとあの続けていけないっていうそれはあるね、うん、ほんと続けるためになんかすごく、うん、あの人に届くような音楽がしたいなと思って、うん、なんか日本語でこう歌ってみたりとか、ああいろんなことをしてみたりしてますね、うんうんうん、はい、それはよくわかるはい、最近はライブはどうしてるの。あ、最近はあの久しぶりに先々月ぐらいにヤオンで、あ、いいな、ワンマンライブ、本当にヤオンワンマン、うん、はい、雰囲気が好きで、僕も好きだな、あそこ、あそこはなんか都会と自然のなんか、うん、融合というか、そう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 、気持ちいい風が吹いて、いいね、いい季節だったし、うん、よかったですね。そうか、ライブ楽しいですよね。見に行きたかったな、ヤオン、いや来てほしかったな。今度じゃあ見に行っていいの。え、ぜひ嬉しいです。行っちゃいけないとか言われたらどうしよういやでもライブはやっぱりすごく大好きなんですけど、うん、やっぱコロナでなかなかこう歌う機会とかが減ったことによって、そうそう、なんか爆音にやっぱ慣れなくて、うんうんうん、耳が正常に戻ったっていうのに近いのかもしれないんですけど、なんかこうキーンとするというか、うんうんうん、あのライブハウスででっかい音聞いた後耳がキーンってなるね、クンってなるみたいな感じにやっぱなっちゃったりして、イヤモニとか使いながらなんかやってますけど、多いみたいですね、やっぱそういう人。
なんか割と世界的にステージの上の音がすごいちっちゃい人が増えてるんだよね、バンドでも。いやこの前もみんなイヤモニをしてみたりとかしました。なんか中音を、うん、イヤモニするとなんか静かになるよね。静かになってちょっと物足りない気もするんですけど、そう、ね、なんかいろいろ試してやったりしてますね。そうだよ、みんなイヤーモニターを僕もやってますけどね。あ、そうですよね、うん、いや、ぜひ来てください。ぜひね、もう一曲聴いていい？はい。どれから？なんか自分がこう好きな曲をちょっと、それ聞きたい、うん、選んでみたんですけど。あ、そうそう、持ってきてもらったんだ。はい、あの、うん、コロンビアのムッシュペリネっていうバンドがいて、それは知らない。すごくなんか面白い、いろんな楽器が使われてて面白いので、ぜひぜひ聴かせてください。ラティエンダでソンブレロスという曲です。あ、楽しい楽しい、うん、こういう曲がすごく好きで、なんか CD とかのクレジットで何の楽器が入ってるのかを見るのがあれすごく好きなんですよね。男の子っぽいよな。だ今サブスクリプションとかで情報が出てなかったり、うん、配信だけだと本当にあれは困っちゃうね。困っちゃいますよね。作詞作曲者も出てない、うんうん、そうなんですよ。プロデューサーも出てない、はい、うん、どこで撮ったんだろうとか、ね、なんかどんな楽器が入ってるのかが一番興味があるのに、うん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 、これとかもなんか最初に聞いた時に音をなんか何の音が今入ったとか、うん、全部書き出したりして、すごいしてましたね。やっぱ楽器の音が好きで、笛とか、ああいいね、好きなんですよね。研究熱心だな。でも入れたりなんか最初のこの音で入ってるこうちょチャランゴ復元のウクレレみたいな、あれはチャランゴなのかな、チャランゴなのかな、うん、でそれを聞いて買いに行きました。あ、それでこの音が入れたいと思って。僕もチャランゴ持ってて、はい、アルマジロの、あ、アルマジロバージョンを、ええ、当時は手に入ったので、はい、それでもね弾けなくてウクレレと同じ配列なんですよ ね、 そうなんだよね、うん、でなんかあの清志郎ね、はい、今の清志郎と一緒にヒズっていうのやってた時に、はいはい、それ欲しいって言われて、あ、あげた、あげちゃった。なるほど。で、彼はね、すごいうまく弾くんだよね。日本の人っていう曲で、そのチャラングを弾いてて、うめえなと思って、あげちゃった、あげちゃったけど、代わりになんかエーストーンのリズムボックス、古いリズムボックスを、ブツブツ交換、そうそうそういいですね。結構やるんだよね、ブツブツ交換、いいな。なんかない？ちょうだい。ちょっと持ってくればよかったんですね。でも小泉でやっぱ買うことが私も多いんですけど、うん、共通点あるね、うん、細野さんはそのいろんな楽器をそのまあ変な楽器が多いじゃないですか、うん、あんまり教則本とかもないような。そうそう、教則本は見ないね。あ、もう自分でレコーディングスタジオに持って行って、うん、いい音を探して入れていくみたいな、うん、音が出れば何でもいいんだよね。まあ、そうですよね。もうこのコップだって楽器になりますしね。よくこの鉄の灰皿使うけどね。あ、カウベルの代わりに、カウベルの代わりに、うん、うわ、それはステージでも使うしね。瓶叩いたり、ね、瓶、うんうん、を叩いたり、まあ、でもそうですよね。、うん、何でも楽器になるから面白いですよね、うん、前ね、なんだっけ、源氏物語っていうアニメの音楽やった時に琴、はい、うん、を買ったの。お琴、琴難しそう、うん、難しい、で、うん、何にも知らないで、はい、チューニングもわかんないまんま、わかんないですよね。アラブっぽいチューニングにして、それでちょっとレコーディングしたら、琴の名手の女性がね、はい、割とご年配の方が、はい、あの曲やりたいから譜面くださいって言うんだよね。譜面なんかないから。すごい、チューニングももう覚えてないし、ちょっとそれは無理ですって言ってお断りしちゃって申し訳ないと思って。それも結構そのレコーディングの当日にいろいろ試してみて実験的にやっていったっていう感じで、そうそうそう、そう、でもそれが終わるとなんか触んなくなっちゃったりするんだけど、ね、でもそのアルバムによって本当いろんななんかこう実験的なことをやられて
いるから、まあ、遊んでるんだよね。いやだからすごい、それがそれこそ音楽やりたいことだなって本当に思います。やってよ、変な楽器いっぱい入れたい。やってやってそういう時は呼んでね。いや、やってくれるんですか。いや、俺やる、何でももう灰皿叩きに灰皿、クレジットに灰皿で、うん、細野さんの名前入ってるの贅沢すぎますねいやなんかなんだろう、まだお若いから、はい、いろいろマーケットのこととかね、こういろいろ考えちゃうだろうけど、僕はもう考えてないからね、うん、いや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 、うん、素晴らしい、もう本当大尊敬、ありがとうございます、してます。なんか前初めて僕藤原さくらさんの名前を知ったのは、はい、僕ライブずいぶん前な、いつだったかちょっと覚えてないけど、ライブに見に来ていただいて、あ、はい、そうですそうです、中野サンプラザに行きました。はい、それをすごくなんか褒めてくれてる記事を見たんだよね。褒めてくれてるいや本当に、いや本当に素晴らしくて、あ、そう、嬉しかったけど、もう、うん、バンドの感じとか、うん、もう MC とかも照明とか、うん、なんかもう全てが私がやりたい、あ、そうだったんだ、このスタイルでやりたい。そうなんだね、やっぱりちょっと似てるとこはあんのかな、共通点がね。そういう人あんまりいないんだけど、ね、いやいや、なりたいです。本当、はい、なってよ。なります頑張ります。はい時間が来ちゃうね。30分なんで。残念です。次は私の番組に。ぜひぜひこの続きはじゃあお邪魔してお話ししようかな。嬉しいです、ありがとうございます。小物楽器持ってって、あ、ね、ぜひぜひ、ありがとうございました。どうもありがとう。どうも、藤原さくらさんでした。藤原さくらでした。ありがとうございました。話は尽きない。いや私細野さんのあのスパニッシュギターがあるじゃないですか、あの白いピックガードがついてる、ね、あれをその中野サンプラザのライブで見て、うん、欲しいと思って、であのナイロンを買ってそれに細野さんの写真を見せて、うん、あ、本当ですか。それなんか YouTube で上げてたの何これって思ったんだよ。全然あれ見てるか。スパニッシュギターでも何でもなくて、その子何と思ったよ。